皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は、おっさんはそもそも取り扱う気のなかった韓国空軍の女性兵士がセクハラにより自ら命を絶った件について、ついに空軍参謀総長の辞任に発展し、その先の合同参謀本部議長、国防長官にまで責任問題がつながるんじゃないかって状況になっているんで、これに関連し、軍の規律が緩み切っているっていう中央日報の社説と、空軍参謀総長が辞意を表明した際のニュースを紹介するね。韓国軍の規律が緩み切っているっていうのは避けられない話で、70年間実戦もなく、最近は訓練すらまともに行っていない55万人の組織を、まともにコントロールするなんて難しいに決まってる。韓国人が3人集まれば7つの派閥ができる、なんてジョークがあるくらいの国民性なのに、徴兵で行きたくもない軍隊に連れてこられた大勢を規律のもとにまとめるなんて所詮無理だよね。中央日報の社説は規律を取り戻せなんて言っているけど、逆に徴兵制をやめて志願兵だけで構成する、コンパクトな軍隊にした方がいいんじゃないのかな？ただ、韓国はそっちの方向じゃなくて、減少する若年層人口に対して、女性にも徴兵制を取り入れようって話が進んでいるようなので無理っぽいね。空軍参謀総長辞任の件は、除隊願いをムン大統領は即時受理して、トップから厳正に責任を追及せよって指示を出しているし、野党からはソーク国防長官辞任の声が上がっているので、今回の件だけでなく不祥事が相次いでいるため、事実上軍のトップである国防長官は何らかの責任を取らなきゃならないだろうし、現在の合同参謀本部議長のウォン・インチョル氏は前空軍参謀総長で、彼の時代からセクハラ事件の報告が上がっていたのに、それを隠蔽していたんだよね。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。同行した韓国軍の規律士官、指揮官から気を引き締めなければ、軍隊の規律がとんでもない状況だ。将兵に対する不要給食問題が浮上すると思えば、今は隠してきた軍内セクハラ事件が相次ぎ暴露されている。チュンナムノンさんの陸軍訓練所では、訓練兵の人権を重視するように求める陸軍指揮部の方針に従い、訓練兵が助教の言うことを聞かないという。3月には東海、トンヘ、日本名、日本海、で民間制限線が相次ぎ開けられた。軍のところどころで規律が崩れている。これを眺める国民は、安全保障を軍に任せることに先立ち、怒りをぶつけている。いくら良い先端兵器を持っていても、規律が崩れた軍隊は希望がない。セクハラにあって先月22日自ら命を絶った空軍女性軍副士官、イチュー氏は、1年前にも他の上官からセクハラされた事実が昨日、一歩遅れて公開された。当時、イチュー氏はセクハラ事実を報告したが、空軍は捜査どころかむしろ懐柔しようとしたということだ。イチュー氏の遺族側弁護士はこの事件に関連した2人以上の幹部を昨日、国防部検察団に告発した。おとといは、空軍部隊の下士が女性軍宿舎に無断侵入した後、女性軍の下着と体を違法撮影して現行犯で摘発されたと軍人権センターが公開した。だが、空軍は、現行犯である下士を拘束せず、職務だけを変える水準で事件を揉み消そうとしたという。軍の規律士官は昨日や今日のことでない。昨年から、警戒失敗、命令不服従、不要な軍給食、セクハラ事件など、各種事件、事故が続いている。事件内容も次第に悪性に変わっている。規律士官が軍全体に広く拡大している感じだ。我が軍がなぜこのようになったのか。最も大きい理由は、訓練しないからだ。南北 9.19 軍事合意以降、訓練を正常に行わず、将兵の人権と福祉だけを強調するから軍の本分を忘れているわけだ。軍戦闘力は強力な訓練や規律、そして兵器によって変わる。それでも訓練の規律が崩れると、軍が軍らしさを失うのだ。
このようになったのは、軍指揮部の責任が大きい。将兵給食問題だけでも新型コロナが始まった時、国防部があらかじめ措置を取るべきだった。隔離されなかった将兵が先に食べ残した食べ物を隔離将兵に与えるから、当然不要給食にならざるを得ない。さらに情けないのは、給食問題が発生してしばらく経っても、国防部と各軍は現状把握すらしなかった。政界の顔色を伺う主な指揮官が、任期を中心に部隊を運営して人権だけを強調した。そのため、一部の指揮官は兵士に厳格な規律を前面に出すことができず、弱弱になった兵士たちは指揮官を甘く見る風潮が作られている。これではいけない。今でも軍を軍らしく作らなければならない。厳正な軍規と人権は共に取り組むべきだ。軍首脳部から責任感を持つべきで、青瓦台が政界の軍要人の介入を防ぐ必要がある。国民は、烏合の衆、軍隊を望まない。イ・ソンヨン空軍参謀総長辞意。セクハラ死亡の責任。イ・ソンヨン空軍参謀総長が4日、ソーク国防部長官に謝意を表明した。イ総長はこの日午後1時39分、国防部出入り記者団に送ったテキストメッセージで、セクハラ空軍下士官死亡事件などで、国民の皆様にご心配をおかけし謝罪する、とし、何よりも個人に深い哀悼の意を表し、遺族の方々には心からお悔やみを伝えたい、とした。さらに、一連の状況について重い責任を痛感しており、4日に辞意を表明する、とし、痛みと傷が早急に癒えることを願って、空軍に継続的な関心と声援をお願い申し上げます、とした。イ総長はこの日に長官に謝意を表明して、任命権者であるムンジェイン大統領に除隊願書も提出した。ムン大統領がこれを受理すると、イ総長は民間人の身分になる。昨年9月23日、第38代空軍参謀総長に就任したイ総長は、これにより8ヶ月で不名誉退陣となる。本日を基準とすると、イ総長の在任期間は255日となる。歴代最短の空軍参謀総長として記録される見通しだ。在任期間が最も短かった歴代空軍参謀総長は、慰安婦第21代総長。1992年9月8日から1993年5月27日で、任期は262日間であった。国防部はこの日、空軍本部などの大々的な捜査に着手した。イ総長をはじめ、空軍指揮部の大々的な調査と公共度の問責が避けられない見通しだ。ってことで、軍の指揮官が大量に粛清されそうな韓国軍なんだけど、どうなるんだろうね。ちなみに、イ・ソンヨン空軍参謀総長が歴代最短の任期になるってことで、引き合いに出された慰安婦氏、彼は別に不祥事で退任したわけじゃなくて、空軍出身者として初の合同参謀本部議長に就任するために在任期間が短かっただけで、その後国防長官にまで上り詰めているよ。ただ彼もかの国の例に漏れず、後に贈収賄事件に関与したとして解任され、懲役食らったんだけどね。まあ、韓国軍情報チェックしていてもセクハラ事件関連ばかりで、ちょっとげっそりとしているおっさんだよ。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。